オスカー・ビーガー、オスカー・ビーガーは、スイスの航空のパイオニアである。バーゼルラントン州、ランゲンブルックに生まれた。商人の息子であったが、父親の職業を嫌い、農業学校に進み、いくつかの農場で働いた。アルゼンチンに住し1年ほどをガウチョとして働いた。1912年にヨーロッパに戻り、ポーノ・ブレリオの飛行学校に入学し、パイロットの免許を得た。 その1月後にブレリオクシーで、ポーからピラニエ山脈を越え、マドリードまでの飛行をして有名になり、1913年にスイスに戻る飛行した時には英雄として迎えられた。1913年に3年前にホルヘ・チャベスが挑戦して、着陸に失敗して死亡したアルプス越えの飛行に挑戦を行った。70馬力の航空機を航空の気圧に合わせて調整し、 燃料を減らして必要な高度に達すること確認した。1913年7月13日にベルムを出発し、ユングフラウヨッフホを超えるのに必要な高度3600メートルまで2時間余りをかけて上昇し、ユングフラウヨッフホの100余り上空を越えてミラノまでの飛行に成功した。ミラノで13日間、天候の回復するのを待って、ルコマーニョ峠とクリツリ峠を通って、 ベルンに帰還し、アルプスを越えて往復することに成功した最初のパイロットとなった。1913年の12月には、パリからベルンまでを無着陸で4時間20分で飛び、速度記録を作った。第一次世界大戦中は新たに設立した航空部隊のチーフパイロットを務めた。戦後は民間航空に戻り、同乗者を乗せてスイス一周飛行などを行った。 1919年7月7日、墜落死死亡し、6年半の航空キャリアを終えた。ベルンにビーダーの記念碑が作られた。ありがとうございます。